和の国を開国するんだ。お気をつけなすって、ひよっこの諸君。わしが出るからね。おでんである僕に任せてくれ。遠慮はなしでやろう。いつか一緒に海に出よう。でも今は勝負だ。誰が立ちふさがろうと僕は負けない。味方が押しとるようじゃな。しゃー、俺だ。ここまで見てた。見えてなんぼのおでんに候。こんな感じでどうかな。おっと、やべえ、予想外の活躍だよ。君、最悪の世代のやつを見かけなかったか。あいつらのせいで僕の人気は。敵を発見、排除する。いずれ君たちの船に乗るに強さは示せたかな。なかなかやるじゃないか。しまった。行くぞ！遅れるな！
僕はもう君たちの仲間じゃない。僕の気を奪わないでくれよ。ナルジ教団やる気かよ。しょうがねえ。いつか一緒に海に出よう。でも今は勝負だ。僕はおでんだ。どっちも俺に任せろい。雷鳴やるかよ。しょうがねえ。光月おでんは誰にも止められない。そうだろう。海に勝つってどれだけ強いんだろう。僕もいつかあんな風になりたい。てめえ何してくれてんだい。いずれ君たちの船に乗るに強さは示せたかな。そうじゃ、燃料はいらんぞ。俺の計画を邪魔しやがって。我の国は僕が守る。俺は剣士と何やつが負けるわけにはいかねえんだ。ここで終わってたまるか。俺は逃げるぜ。光月おでんが打ち取った。なかなかやるじゃないか。くそ、敵もそれなりの戦力を揃えているってわけか。俺とやる気か。その度胸が本物か試してやる。親しみを持てる剣だ。もっと見せてくれ。悪いが押し通る。なかなかの力だね。これ以上は許しません。誰にも止められない。そうだろう。こりゃまた随分派手に暴れとるようじゃな。ふざけやがって。最後まで戦えなくてすみません。
これが光月おでんの力だ。僕の名付けを奪わないでくれよ。おい、手組むぞ。いい場所だ。僕がもらうぞ。おっと、やるね。予想外の活躍だよ。ラジオちゃんがそんなの容赦しない。てめえらの武器をよこしな。自由に戦うんだ。油断すんな。死にたくねえだろ。よし、手を組もう。マルコ、今の僕は君にだって負けない。なかなかやるじゃないか。ゾ、ここで蹴りをつけてやる。どっちがおでんか勝負しよう。誰が立ちふさがろうと僕は負けない。なかなかの力だね。うわ、やべえじゃねえかよ。実力からして次に狙われるのは俺か。何かだ。
の勝負言い抜くなよ。やっぱり僕の方がおでんだったな。なんだ、できるじゃねえか。三重県なんぼのおでんに候。こんな感じでどうかな。よしよし、味方が押しとるようじゃな。敵には回してもらえる。エース、君とまた戦える時が来るなんて。これでまたファンが増えるな。本当にすごい。Hey guys, thanks for watching this video. If you like this video, be sure to leave it a like. And if you want to see more of my future content, be sure to hit the subscribe button. And to stay up to date with all of the releases that come out daily, be sure to click that bell. And if you're feeling a little bit generous, why not check out my Patreon page? Link is down in the description. And as always, until the next video, hasta.